あ、こんにちは。どうも今日はありがとうございました。どうも。卒業おめでとうございます。はい。やすこさんね、はい、今現在なんかお店をされてるということで、はい。はい。もう長いことされてるんですね。はい。あ、本当ですか。はい、でもなぜまた癒し堂のこの開業のセミナーに、はい、お申し込みいただいたんですか。うん、勉強したいっていうか、やっぱりいつまでも勉強は起こったらダメだなと思って、あのお店の方でもやっぱり、はい、あのお客さんに対して、はい、あのマンネリ化してくるので、あ、なるほどね、そのためとか、うん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 、自分のやっぱり施術のこととか、はい、いろんなことを知りたいなと思いました。なるほど、ありがとうございます、はい、ね、他にもたくさんねスクールあると思うんですけど、なぜ癒し程度を選んできてくれたんですか。うん、はい、なぜあのフェイスブック、はい、あの川島先生のフェイスブックを見させてもらって、お友達にならせていただきましたね、はいはい、それで体験をとにかくしたいなと思って来たんです、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ安子さんのね、はい、じゃあ理想のライフスタイルってどんな感じですか。うん、あのもうそろそろ理想のライフスタイルになってきてるんですが、はい、はい、なるほど、そうしたらもうほぼ夢を叶えてちゃってかなって感じですか。です、ね、はい、なんかもう本当に自由に仕事ができるっていうのが、うん、はい、自分の時間を取りながら、はい、あの仕事も自由にできるっていうのが、はい、あのぴったりなんです。なるほどね、はい、もう結構豊かになってきてるしということですね。はい、分かりました。あ、そうしたらね、これからね、こう癒し堂の方でどのようなサポートがあったら嬉しいですか。うん、そうですね、私、はい、あのもう癒し堂を知り合ってからは、はい、なんかこうすごい新鮮な気持ちで、はい、毎回毎回あの来させてもらってるので、はい、どんなんでもいいです。なるほどね。何でもサポートになるということですね。わかりました。ありがとうございます。そしたら、この講座はどんな人にお勧めできますか。うん、そうですね、あの仕事をしながらでも、うん、あのこの講座に来て、はい、将来あの悩むことなく、はい、あの夢が実現できるかなと思って、はい、いっぱい悩んでおられる方いらっしゃるので、はい、あのお声かけしたいと思います。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、じゃあそしたら、ですね、この講座をおすすめするとしたらね、はい、どんな風におすすめされますか。うん、あのね、はい、とにかく体験してくださいと。体験あるのですね、はい、将来は明るいですよ、はい、と。なるほど、言いたいですね。ありがとうございます。はい、今日はどうもありがとうございました。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。失礼します。